はい、皆さんおはこんばんにちは、佐藤健です。今回はアイドリッシュセブンの二階堂大和ですね、山さん作っていきます。今回ベースで使うのはこちらのイエローブラウンですね、ベージュっぽい色のウィッグを使っていきます。はじめに説明しなければいけないんですけれども、山さんの髪の毛自然に見えるんですけれど、よく見るとおかしなことになっているので、ちょっと異次元入っている髪型になってます。おそらくつむじが2つなんですけれども、通常では考えられない位置につむじが2個あるので、今回こちらを作っていきたいと思います。はじめにカラーからしていくんですけれども、買ったばかりの新品のウィッグは基本的にサラサラになるようにコーティングされているので、ちょっと染まりづらいんですよね。なのでしっかりシャンプーをして染まりやすい状態を作ってから使っていきます。山さんの髪色は真緑ではないんですけれども、緑かかったブラウンみたいな色をしてますので、今回こちらライトグリーンと、あといつも通り塩ですね、こちらを使って染めていきます。ものすごい濃く染めたいわけではないので、塩も粉の量もまあほどほどぐらいでいいのかなと思います。ポリエステル台の中に入っている促進剤ですね、濃色促進剤も入れてよくかき混ぜたら、その中に先ほど洗ったウィッグを入れていきます。今までの動画でちょっと説明してなかったんですけれども、煮てるときは基本的には火は止めてるか、かなり弱火にしてます。そうじゃないと鍋底の熱でウィッグが溶けてしまうので、ちょうどいい色になったら色が出なくなるまでシャンプーしていきます。煮込むと基本的にはもじゃもじゃになるので、これを乾かして一度ストレートアイロンでサラサラにしておきます。いつもだとこの後すぐにカットなんですけれども、ちょっと毛の流れが特殊すぎるので、先にアイロンで毛流れを作ります。毛流れというかつむじですね、この2箇所につむじを作っていきます。つむじが2つある方は現実でもたくさんいらっしゃるんですけれども、こんなに離れてる人は十何年美容師やってますけど見たことはないです。この異次元つむじを作るために、一度ウィッグを前後で分けて作り始めた方が作りやすいと思います。前側のつむじの位置はだいたいこの辺りですね、左目の上で、かつ耳より前に作ります。前髪側は軽く横に流れていれば大丈夫なので、熱を当てて毛束を引っ張って流れだけ作って、上の方に行くにつれて指で少し空間を作ってふわっとさせた状態にして形をつけていきます。反対側も同じようにするとちょっとつむじっぽくなります。後ろ側のつむじはだいたい右の目の位置で、耳より後ろになってます。同じように分け目を作ってつむじを作るとこんな感じになってます。続いてカットをしていきます。カットはまず襟足から切っていきます。一番下の長さを決めたら、だいたい45度ぐらい、まあちょっと上でもいいですね、そのぐらい持ち上げて段を入れてカットしていきます。この後髪の量を減らすと短くなりますので、少し長めに残しておきます。2段目真ん中のところも一番下で切った角度と同じに合わせて段を入れて横までカットしていきます。耳の前の毛だけは切らずに残しておきます。反対側も同じようにカットしていきます。上の段ですね、トップの髪の毛も同じ角度に合わせて一度カットしておきます。先ほど作った後ろのつむじの部分ですね、ちょっと右側にあるつむじのところが基準になりますので、ここに短い毛を作って、その毛とつなぐように上に持ち上げて表面に段を入れていきます。こちらのお兄さんのカットはちょっと頭を使うので、途中途中で糖質を補充しながら作っていこうと思います。さっき切らずに残しておいた耳の前の毛はもみあげなのかなになりますので、完全に独立した状態で仕上がりの長さがだいたい顎の下になるように長さを決めて段を入れて切っておきます。後で軽くしたら細くなるので、そんなに段を入れなくても大丈夫です。反対側も同じようにカットしておきます。前髪の長さは目にかからないぐらい、ギリギリかからないぐらいで、左から右に斜めにカットしておきます。かなり周りとの長さの差がある部分なので、ちょっと気をつけながら段を入れて、顔の横のもみあげともスライドカットで軽くつないでおきます。
ベースの長さが決まったら、すきばさみを使って中間毛先の髪の量を減らしていきます。まあスカスカになりすぎないぐらいでほどほどでいいんじゃないかなと思います。毛量を減らしたら毛先の質感ですね、毛束感を出すためにチョップカットで毛先をなじませておきます。カットが終わるとこんな感じです。チョコ味のたい焼きはなかったので、クロワッサンたい焼きとほうじ茶で休憩。ピットインも終わったことなので、またアイロンを使ってセットの土台を作っていこうと思います。毎度のことですが、耳掛け部分の毛流れを作って耳にかかりやすいようにしておきます。で、山さんの耳より下の高さと言ったらいいですかね、襟足の部分は首に這うような感じで結構ピタッとくっつくような髪型になってますので、アイロンを使って密着させておきます。そこから上の部分はほんのり外羽になっていればいいかなと思いますので、全体的に外羽を作っていきます。ウィッグの時はアイロンの温度は僕は150度でやっていることが多いですね。アイロン後の毛束は熱いので、やけどだけ気をつけてください。てっぺんの部分ともみあげの部分ですね、ここはそんなに外跳ねさせなくて大丈夫なので、軽く内巻きに作っておくといいかなと思います。前髪も同じですね。あんまりくるんってなってなくても大丈夫なんですが、毛の流れを少しだけつけるために軽く内巻きにしておくといいのかなと思います。アイロンまで終わった髪型がこちらです。スタイリング剤をつけていきます。ワックスはいつものアリミの面のハードバームですね。スプレーあまり紹介してなかったので紹介します。 N.OM のロックスプレーというものを使っています。スプレーを選ぶときは、別に同じものじゃなくても大丈夫なので、説得力が高くてかつ吹いた後に白っぽくなりづらいもの、粉っぽくなりづらいものを選ぶといいかなと思います。顔周りの細かい毛束はちょっとだけカットして整えて、スプレーで固定しながら作っていきます。もみあげの部分はしっかり顔にくっつくように、浮かないようにセットしてあげるといいかなと思います。山さんに限らずですが、キャラクターの髪を作るときにやっぱり前髪の雰囲気すごく大切なので、コームのテールを使って細かく作ってスプレーで固定していきます。アイロンの時にもお伝えしましたが、襟足は首にこうくっつくように這うような感じになりますので、スプレーを振ったら手で押さえるような感じでしっかりくびれを作っておきます。つむじの位置以外は基本的には割とナチュラルめな髪型になってますので、あんまりツンツンさせすぎずにほどほどに作ってあげるのがいいんじゃないかなと思います。前と後ろで別々の髪型になってしまいやすいので、真ん中の毛束をうまいこと使って境目をなじませてあげるといい感じになるかなと思います。喋ってて思いましたけど、緑色の髪の毛でメガネのキャラクターってなんかほどほどっていうワードが好きなんですかね。つむじ周りはしっかり異次元に作っておきます。最後に縁のないメガネをかけてあげたら、これで山さんの完成です。はい、ということで二階堂大和のウィッグが完成いたしました。山さんお誕生日おめでとうございます。アイナナのウィッグの順番はそろそろ皆さんお気づきですよね。3月も楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。